ここで今日私たちはもう一つの祈りを思い起こしたいのです。それはイエス様の祈りです。イエス様は十字架にかけられる直前にペテロであるシモンにこのように言いました。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカ福音書22章31節から32節です。これはあの有名なペテロの三度の離反を予告する箇所でイエス様が言われた言葉です。しかしこの言葉は四つの福音書のペテロの離反の箇所でルカ福音書にだけしか登場しません。使徒言行録とルカ福音書を書いたこのルカがこの祈りを書き留めていたことはとても興味深いことです。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。以前は漁師をしていた無学で普通の人であったペテロが多くの人々の前で大胆にイエスについて語りました。イエスと一緒にいたものと指摘され、とっさにあの人を知らないと三度も繰り返したペテロが、イエスと一緒にいたものと知られてもむしろイエスの名によって癒し、自分の力ではなくイエスの名によって癒しを行ったことを伝えました。そして捕らえられ脅されても、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてくださいと言ったのです。ペテロのために取りなしたイエス様の祈りは、ペテロの信仰だけでなく、その後に信じる兄弟姉妹のことも確実に捉えていました。信仰は個人レベルで完了するのではなく、歴史とともに引き継がれ、同じ目的を果たしていきます。それは、十字架にかかって亡くなったのは、イエス様、そのイエス様が救い主であると伝えることです。31節。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した、とあります。使徒言行録2章では、悔い改めなさい。命名、イエス・キリストの名によって、聖霊を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます、とあります。聖霊は弱い私たちを助け、私たちがどう祈るか知らなくても、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださいます。私たちは直面する問題や困難の時、どうするでしょうか。時に私たちは自分の身に起こる困難や苦難が幸せや恵みの指標になることがあります。困難がないことが幸せだと思ってしまいます。イエス様は常にあなた方の間に恵みと平和があるようにと祈りました。それは辛いことが起こらないようにということを意味していません。イエス様は言われました。ルカ福音書21章12節から19節。世の終わりが来る前に人々はあなた方に手を下し、迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張ってゆく。それがあなた方にとって証をする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を
私があなたに授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。神のもとには決して一羽のスズメすらその地に落ちることはない。あなた方の髪の毛一本もなくならないと聖書が語ります。それでは苦難があってもただ目をつぶって歯を食いしばって信じ耐えるのが信仰でしょうか。これに対し11世紀の神学者カンタベリーのアンセムスがこのように言いました。信仰は誓いを求める。知識の知、理解の解です。理解を求める信仰、誓いを求める信仰です。信じているがゆえにこそ私たちはその信仰の持つ内的な動きと仕組みを理解したいと欲するのです。信仰は理性を超えていますが、理性に反するものではありません。聖書は歴史として過去のことを語り、予言目視的にこれからのことも語ります。その中心と核心にイエス様がいます。神であったのに、人の歴史の中に名が刻まれた方です。私たちはその方と出会わなければなりません。なぜなら私たちの信仰の理由はイエス・キリストにあるからです。ペテロとヨハネが、仲間たちが大声を上げて祈った祈り、苦難があっても大胆に御言葉を語ることができるように、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにと祈った祈りは、かつて神が聖霊を通してダビデに語り、それがイエスの時に成就し、その後イエス様の取りなしの祈り、ペテロたちの信仰へと引き継がれ、彼らが祈り終わると聖霊に満たされて、今度はそれを聞いた彼らが大胆に神の言葉を語りました。私たちは今多くの矛盾の時代におります。平和の時に生きながらも誠の平和を感じることが少ない時代です。信仰の自由を尊重される時代を築かれ、信じることで社会的な圧力や死に至る迫害はありませんが、信仰が個人的なもの、内向的なものへとなりつつあります。私たちの信仰は私という個人の救いだけでなく、私たちの信仰です。イエス様の祈りがペテロを強め、ペテロたちを通して信じたもの、教会の働きを通して神の言葉は今私たちのところまで届けられました。神様の働きは今私たちの教会へと引き継がれています。今も生き働いてくださる聖霊を求めましょう。この小さな教会に働こうとされている私たちの思いをはるかに超えた大きな神様の御心を求めましょう。そして祈りたいのです。苦難があっても苦難がなくても恐れず御言葉を語ることを。それは苦難をもたとえ死をも超える誠の平和です。神様の言葉、それは私たちを愛したイエス様の十字架の出来事を告げる神様の愛です。お祈りいたします。聖なる主イエス・キリストの父なる神様、今日与えられましたこの礼拝を感謝いたします。私たちのために取りなしてくださり、また私たちに力強い祈りを教えてくださり、ありがとうございます。私たちが聖霊に満たされて、今も生きておられ、
私たちを愛しておられるイエス・キリストを語ることができますように、どうぞ聖霊が強め取りなしてください。このお祈りを尊き主、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。